参考人にお願いいたします。おはようございます。独協大学の和田でございます。専門はデータサイエンス、特に人口減少に社会における公共サービスのあり方について、データサイエンスを基づいて解決する。具体的には首都直下型地震が発生した際の行政機能が低下した場合における子ども等弱者の支援をデータサイエンスを利用した解決、危機管理、意思決定支援などを今研究しております。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、子どもの視点から見た児童福祉システムのよい改善についてお手元に配布資料をもとに意見を述べさせていただきます。大きな意見といたしましては2つございます。1つ目は児童の意見聴取等の仕組みの整備についてです。括弧1にあります福祉領域における子どもの意思表明支援の現状については本改正案において福祉のマクロ、メゾ、ミクロにおいて検討がなされております。注目すべきは他国では福祉領域では失敗して現在も探索中であるミクロレベル、つまり子どもに直接関わる領域を重点的にしようとしていることでございます。丸2になりますが、なぜ福祉領域でミクロレベルをやろうとするのかという疑問です。直接子どもに関わる意見を聞き出すというのは高度なスキルと専門性が必要です。また意見聴取をしても意見調整は別の機関が行うことにような仕組みを作成して対応が遅れることにより裏切られた諦めたという子どもが出る可能性があります。つまり子どもの意見を聞いた後に迅速に判断できなければ子どもの失望感を招いてしまう可能性があるために、諸外国では司法が直接子どもの意見聴取を行い迅速に支援をしている状況であり、福祉の立ち位置が混迷しているのです。話を聞くだけでしたら審理の人が適切かもしれません。なぜ福祉でやるのかという問いに答えられないのです。もし子どもの声を聞けたとして児相や施設に物申す機会を設けるのならば、その介入と根拠を法で明確にする必要があります。何の根拠もない方が家庭に入りお気持ちをぶつけるだけのアドボカシーは無責任であります。よって結論としては、福祉によるミクロ領域では研究による知見もなく海外でもうまくいっていない意見証明について我が国で導入しようとするのは前のめりで非常に危険であります。そして本法案にはアドボカシーの定義がありません。どこにも代弁という言葉がない致命的な欠陥があります。定義もなく誰に対して代弁するのか、その結果どうなるのかというシステムについて書かれていないのです。非常に危険です。これは例えば児相が子どもの意向を把握勘案して決定してきたと言われたらそれで良いという解釈にもつながりません。むしろ法文書を見ますと意見表明は手段であり関係機関との連絡調整が目的とされています。つまり代弁という子どもの視点がない非常に不備に見られるところでございます。次に2ページ目の括弧に、それでも福祉領域のミクロレベルで意見聴取する場合、つまり子どもの直接介入、子どもの聞き取りをする場合になった時の条件を説明いたします。丸1の現状ですが、本案の基礎となった子どもの権利擁護に関するワーキングチームの議論を見ますと、次の3点の懸念があります。1つ目は KPI 重要業績評価指標の議論がないことです。政策を検討するにあたり KPI の議論は必須中の必須ですが、それがないのです。導入した効果、導入の悪影響、特にミクロレベルでは子どもに介入するので子どもの侵襲性がどうしても発生します。子どもへの人権侵害や不利益が起こった場合の責任体制などの記載がないのです。こういうことをしますと子どもの視点がなくなるので、政策評価指標がですね、2023年に30人意見聴取して翌年には60人になってよかったというような非科学的な評価になってしまう恐れがあります。次に2点目です。支援者を養成するプログラムについての科学的な記載がないのです。現状で我が国において子どもの視点に沿ったもので科学的で標準化されて効果分析がなされているものはありません。プログラムの利点だけではなく子どもの権利侵害を含めて分析するには数学統計データサイエンスを駆使して科学的に行うことが必要なんですけれども、該当領域には存在しません。標準化も効果も明らかでない情熱だけの非科学的なプログラムを受けただけでですね、支援になってしまう恐れだけではなくてそもそもこの支援が子どもの最善の利益にどう寄与するのかさえ説明できません。次に3つ目です。支援者のスキルについて記載がないんです。特定の資格も求めないと書かれています。これは子どもに対して無責任であるとともに福祉の専門性の否定です。
例を挙げます。ワーキングの資料を見ますと、すべての一時保護者は子どもから意見聴取をしているという調査結果になっておりますが、事例調査からは意見聴取を受けてないという子どもの意見も見られます。その大きな理由は子どもの帰りです。子どもは不安定な状況の中で、帰りなどの心理的な状況もあり、日々時には数時間ごとに意見や態度が変わるのです。また歪んだ関係性を持つ親子を分離した場合などは、敵意もあり意見も言わない可能性も高いのです。そのような子どもたちに対応するには、福祉においても高度なスキルが必要ですが、その専門性の記載がないのです。つまり前のめりで、情熱だけでスキルもなく、学術的根拠もないまま、子どものアドボカシーは話を聞くことであると論点をすり替えてですね、話を聞けばいいという援助者側の視点になってしまうという子どもの視点の否定になっております。それでは丸2にありますが、どうすればいいのかです。2つ対策を述べます。1つは事業の KPI を設定して評価し続け、その結果をもとに事業を改良させる必要があります。意見表明をした子どもとしなかった子どもの背景、それぞれの予後を比較をして、しっかり分析して効果を測定する必要があります。次に2つ目として、支援員を政策化するには、その育成プログラムを科学的に標準化するとともに、標準化ができるまでは、そちらの表にありますように、それぞれの国家資格のプロの活用が望ましいと考えられます。現状では福祉領域にはそれに該当する資格はなく、そのためは子ども家庭福祉等の議論があったと思うんですけども、それもなくなったのでですね、やはりこれはそれぞれの領域の国家資格のプロを活用した方がいいと思います。次に大きな意見の2つ目です。次のページに行きます。一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入についてでございます。こちらは結論から先に言います。それは児童相談所は捜査機関でないため、十分なデータが入手できず、リソース不足もあり、一時保護書の作成ができないことが想定されます。よって司法が主体的に情報収集アセスメントを行い、子どもの権利人の条約にのっとった司法審査を行うべきという意見です。丸1の現状を見ますと、本改正案からは、裁判所が一時保護状を審査するにあたり、どの程度の証拠を要求するのか不明です。つまりガイドラインも何もないのです。そしてもし裁判所が検察に求めるレベルの証拠資料を求めるのならば、それは不可能です。その理由として、次の丸2に、の子どもの意向を聞き取るついての課題を3つ挙げます。課題1は、児相は十分なデータを所持していないです。児童相談所は捜査機関ではありません。それを前提として、児童虐待対応は少ない情報で将来を予測して判断をする最高難度のソーシャルワークです。そもそもデータが少ないというのが前提なのです。課題2は、一時保護証には空欄が多くなる可能性があるため、裁判所から過度に追加資料が請求される恐れです。子どもの視点から考えると、帰りやトラウマの影響の最中に法で想定する7日間でそれらを考慮した一時保護状を作るのは最難関であり、児相の業務圧迫です。そして少ない情報のため、裁判所から追加資料を請求、子どもの聞き取りを再び求められる可能性があります。それは児相の業務圧迫だけではなく、子どもの視点からは再被害などの懸念があるため行うべきではないと考えられます。課題3は、児相にすべて責任を負わせるシステムになる可能性があるです。司法審査をもとに、一時保護所は適切でないという判断がなされて、児相が従って家に子どもを返したところ、重大事故が起こった場合などが想定されます。このような場合、児相側の調べが足りないというような言及をせず、あくまでも司法が決定したものであり、司法で主体的に原因分析をして、児相が収集すべき情報はどのようなものか提示していただきたいと思います。これらの理由、課題の理由として説明いたします。学術的には、我が国のように虐待の受付、受理、介入、保護、措置、家庭支援を一つの福祉機関が行うことは適切ではないのです。司法と役割分担しているのです。しかし現状はそうではないので、児童福祉法で可能な提言をいたします。次のページ、提言、子どもの権利条約にあった司法関与の実施です。改正案では、児童相談所の聞き取りだけで司法審査となっています。改正案の提言としては、提案1、裁判所は児童相談所に追加資料を請求しないこと、提案2、司法審査の影響については裁判所が主体的に対応すること、提案3、司法審査の基準は他国の司法アセスメントシステムを参考に作成することを盛り込むことです。これら提案を実施する対応策として最適なのは、詳細な一時保護の要否条件、つまりガイドラインを
司法で作成することでございます。児相の情報は欠損が多い状態です。しかし裁判所には膨大なデータがあって、それは福祉と本当に比較にないほどあるのです。このデータをもとにですね、一時保護の要件を作成して、児相の欠損のデータから未来を予測して主体的に判断していただきたいと思います。児相のデータが足りなくても、なぜ他国は司法が決定できるのか、それは学術を取り入れてですね、足りない情報を既存データで浮かび上がらせるアセスメントを行い、子どもを救っているのです。よって他国では司法が48時間とか72時間以内に保護の決定ができるんです。このシステムには副次的効果があります。国連子どもの権利委員会のやり取り議事録からは、我が国は子どもに関するデータの収集と分析が足りない、データを政策立案のために活用するよう勧告されていますが、我が国はそれに真摯に回答できない状態が続いています。本システムによりデータ化をもとに、一時保護のアセスメント、つまりそれから一時保護上を含めたガイドラインになりますけれども、これは子どもの人権に対する行為を数値化できることにありまして、政策科学として国連にも十分説明できる根拠になります。アドボカシーの支援者育成もそうですが、政策を作るには科学的なデータがあって、そこから始まるということです。よってまとめとしましては、本法案は児相だけでは子どもの意見聴取、代弁ができないということなので、外部から支援員を導入しようとしていると同時にですね、司法審査では子どもの意見を聞かずに、児相だけの資料で決定しようとする相反する矛盾があります。さらに、アドボカシーの定義そのものの代弁という言葉が法案にもなく、ただ意見を聞くだけなので、技術も専門性も必要性がないというですね、福祉の専門性を否定している制度でございます。援助者の前のめりの視点だけで、子どもの影響や効果などを検討しないシステムについては、再考を願いたいというのがまとめです。ありがとうございました。ありがとうございました。次に薬師寺